英雄星チャンネルです。西です。森です。さあ森さん、こんにちは。どうもこんにちは。ありがとうございます。今回の英雄星チャンネル、はい、まあ、おかげさまでね、西のお知り合いということで、本当におもちゃとかいろんな、ね、文化がね、お好きな方紹介しているコーナーになっておりますけれども、今回、はい、森さん出ていただきまして、いや今回はもうお招きいただきましてありがとうございます。なんか相当おもちゃが好きなんですよね。そうですね、やっぱり子どもの頃からは、まあでも高かったですからね、なかなか買えたり、ね、できなかったものですので、今でもやっぱ買えなかった思いが、うん、なんていうのかな、残ってるっていうか、うん、子どもの時におもちゃが欲しかったんだけど、うん、はいはい、今反動で大人で買うっていうのも多いでじゃないですか。そうですね、はい、さあもう、おもちゃの話はね、後でたっぷりもねいただきたいと思うんですけど、はい、まずは森さんと僕の関係、はい、西との関係なんですけど、森さんは実は私はビーバップハイスクールという形で、まあ、デビューしておりますけど、森さんはなんと1作目に出ておられたんですよね。そうですね、はい、第1作目、皆さんご存知ですかね、はい、1作目ビーバップハイスクールで中山美穂さんに、まあ、ここにアイスクリームをつけられる森さん、まあ、ミノル君の役で。そうですね、はいはい、ですから、まあ、私より先輩になりますけども、でそのあと、まあ、実はいろんなことがありまして、私はその時ビーバップ会ってなかったんですけど、愛媛県松山っていうところでまたご縁がありまして、はい、また二番町っていうところですごい飲み屋さんがあるんですよ。そこに私が飲みに行くたんびにビーバップの人がよく来てて、すごいビーバップの人、それが森さんだったという本当にね、四国でね僕なんかが行く飲み屋さんなんかでも、やっぱりビーバップがその当時好きだった方が店長さんとか多くて、それでよくビーバップの話とかしてたんですけれどもね、はい、いやそのすごい人が、ビーバップの人がもう松山で知らん人いないんですよ、森さんのこともう夜の帝王じゃないですけど、はい、よく遊ばせていただきましたね。でもそこでも私はまだ森さんと会ったことなくて、で、はい、先日、はい、まあ、V シネマ、はい、まあ、竜帝っていう V シネマの映画を市原監督さんという形で、うん、私、まあ、出演させていただいてるんですけども、そこに森さんが出とられて、そうですね、その打ち上げでお会いしたんですよね、うん、確かそうでしたね。で結局ビーバップからも縁があって、うん、松山でも縁があって、それでも会えなかった、うん、はい、で竜帝でも実は打ち上げでしか縁がなかった、さほど縁がない、今回若藤さんのお知り合い、昔からのお知り合いで、はい、私も知り合いで、そこで今日つながったという。そうですね、 また松山でばったりその後お会いして、お店で偶然、ね、びっくりしましたね、いや、はい、この2人が一緒に酒飲んでるんですけどはい、その辺のトークの、ね、はい、話もまた別でね、今度撮らせていただきますけど、はい、今日は、まあ、しっかり英雄星チャンネルということで、まあ、相当マニアとお聞きしております。いやいやいや、若内さんにはとてもとてもかわい、叶いませんけれども、本当に松山行った時から若内さんのお店にもしょっちゅう顔を出していたんで、今日は楽しみにしております。ありがとうございます、はい、それでは後ほどよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です。森です。はい、はい、巨匠、本日は森さん、はい、これはもう仮面ライダーですね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、もう仮面ライダー第1号ですね、はい、そうです。それも前にお話した時に、桜島1号が好きだっていうので、はい、桜島1号カラーの、はい、はい、の妙に緑なんです、ね、そうですね、はい、本当になんか見てるだけで、うん、初めてダブルライダーが活躍するんですよね、はい、2号を助けに、ね、1号がスイスから戻るというね、はい、それも集まるのが、集まるというか2人が会うのが桜島というね、はい、それで桜島1号という、まあ、ついてるわけですけど、怪人はスノーマン、スノーマン、はい、そうでしたね。思いくそ詳しいですね。いや、はい、だって子供たちは燃えてたでしょ、うん、2人揃うっていう、ね、もうしか
かもそれが何年かはちょっと僕忘れてしまったんですけど、そのオンエアの日が1月1日だったんですよ。はいはいはい、お正月、はい、だから僕ら子供たちからしたらもうお年玉とクリスマスプレゼントが、はい、一気に、はい、その日は来た。カメライダー放送期間長かったんで、うん、2回目のお正月はショッカーライダーで、ショッカーライダーでしたね。そうですね、これもまた一文字ライダーと本郷ライダーが揃う時なんです、はいはい、もうライダーカード相当集めてたんですよ。いやー集めましたね。みんなですよね。僕中学生やったけど相当集めてました、うん、そうですね、はい、でも本当に買えば買うほど同じね、もう、はい、もう持っているカードが出ちゃったりとかね、本当にラッキーカードを大事にしてた方がいいですよ。あ、何でしたっけ、あのアルバムと交換するためにみんな手放してるんで、ね、ラッキーカードがないんですよ、なかなか。なかなかね、はい、赤石さんどのくらい持ってらっしゃるんですか。僕は一応全部持ってますけど400なんですよね。コンプリート、はい、すごい。藤岡さんとは時々ね、お会いして、はいはい、話させていただいたこともありますけど、もうお二方は もちろん巨匠は愛媛県四国で、森さんも四国愛媛にご縁があって、はい、で仮面ライダー、まあ、本郷大将藤岡さんが四国だと、まあ、愛媛だとつながりですね。そうですね、そう考えるとそうそう、愛媛ってそういうとこなんですよヒーローが、ヒーローがとにかく地元好きで僕だって大阪にも東京にも出てこないのは、うん、愛媛から花咲かしたいんでなるほど、頑張ってますから。なるほど、わかりました。 ASA チャンネルは日本のものが世界に羽ばたく番組ですから愛媛初でね頑張ります、頑張ります、はい、いやなんかでも仮面ライダーシリーズ、はい、もう何いくつも出るんですけど、やっぱり1号に戻りますか。やっぱり僕はそうですね、1号もそうなんですが、やっぱり昭和ライダーと言われてた、ストロンガーまで、やっぱり7号までがリアルタイムでずっと見ていた世代で、はい、第1期ですね。そうですね、だからやっぱりスカイライダー8号とかになってくると、僕ももう中学だ高校生だとかなって、はいはい、来ていたんで、あんまり見てはいなかったんですね。で今のこの年になってまたなんか 改めてというか見直して、単純明快なストーリーで、ええ、本当にヒーロー像を前面に押し出してるんですね、うん、ストロンガーなんか典型ですよね。本当典型的でしたね、でもやっぱり、まあ、ストロンガーなんかちょっと一号から話それちゃうかもしれないんですけど、やっぱ名乗りを登場の時に名乗りを上げる、名乗り言ってみてくださいよ、ね、天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、悪を倒せと俺を呼ぶ、聞け悪党ども、俺は正義の戦士仮面ライダーストロンガー。あー完璧じゃないですか。完璧でしたね、自分で言って、自分で言って完璧だったこう手袋をこうやりながら言うんですよね、はいはいはい、天気が違います、ね、はい、いや本物の声優さんもやっとれるから、やっぱそういう方が言うとやっぱ違いますね。いや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 、もう仮面ライダーシリーズもう全部いっぱいありますけど、まだまだお話は尽きないと思いますけど、はい、また今度特集させていただきます、ぜひその時はまたね、はい、呼んでいただければ嬉しく思います、はい、ぜひお待ちしております、はい、ありがとうございました。